原智香の元気は秋から。この番組は私藤岡智香がやりたいことを30分に詰め込み、毎回ゲストを迎えして喋って笑って歌ってまた喋って、視聴者の皆さんが元気にそしてハッピーになってもらえるといいなという思いからスタートした番組です。10月も半ばを過ぎてだいぶ肌寒くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだね、夏がちょっと終わってほしくないなーっていう気もしますけれども、秋はまあ食べ物美味しいし、まあ、今月は、ハロウィンもあるんでね、まあ、皆さん仮装はされますか。私は今年ちょっとイスラム教徒の女性が着ているチャドルっていう顔だけしか出ない全身真っ黒の民族衣装があるんですけど、まあ、それをね、私イランに行った時に作ったんですよ。なのでそれを着ようかと思ってたら友達からちょっと却下をされてしまい、なのでちょっと違うのにしようとちょっと模索中なんですけど、まあ本当気温差もねだいぶ大きくなってるので、体調には本当気をつけて10月の後半もね、頑張りましょう。さて本日の1曲目なんですが、7月にリリースされたルイカツコンピ世代を超える泣き歌集というコンピレーションアルバムの中に、Don't Give Up 命がある限りという私のオリジナル曲を入れていただいてるのですが、皆さんルイカツって聞いたことありますか。あの、涙に活動のカツって書くんですけど、まあ、簡単に言うと意識的に、まあ、涙を流してデトックスしようっていう、まあ、活動なんですけど、まあ、このアルバムはね本当に、豪華アーティストたちの中に藤岡智香入ってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。それではお聴きください。 Don't give up 命がある限り。本日で4回目の放送になりますが、今回のゲストはこの方たち、ソーシャルワーカーズの智也さん、一郎さんでーす。どうもよろしくお願いします。はーい。どうも。いやー、お久しぶりですね。元気？元気です。まあ、1ヶ月ぶりぐらいかな、うんはいうんね、あのイベントぶりで。どうもありがとうございました。いやー、ありがとうございました。こちらこそもう、いやなんかね、まあ、ソーシャルワーカーズの、ね、ことを、まあ、知ってる人たちもあのたくさんいてると思うんですけど、まあ、ちょっとね、簡単にあのソーシャルワーカーズのプロフィールを、ご紹介させていただこうかなと思うんですけど、よろしいですか。ありがとうございます。はい、ソーシャルワーカーズはメンバー全員が社会人であり、ダンサーでもある13人のパフォーマンスグループで2011年に結成。
福祉施設や学校を訪問し、ダンスパフォーマンス、ワークショップを開催。また毎年恒例となっているダンスパーティーちょいワルナイト、ダンスと福祉をつなぐでは、毎回500名を超える大イベントに成長し、福祉業界からはもちろん、各種メディアに取り上げられ、ダンスで福祉をデザイン、心のバリアフリーを提供する今大注目のパフォーマンス集団です。はい、ですけども、いやいや、でもすごいよ本当に。もうだってさ、2011年に結成されて、もう4年か活動して、もう5年目ちょうど5年目ですね。ちょうど5年、ね、すごいよね。はい、いやなんかね、私まあソーシャルワーカーズと出会ったのがちょうど2年前ぐらいかな。2年前でしたね。2年前かな、うん、忘れもしない。忘れもしないあの海でね。あの海で、何の話よこれ全然海ちゃうわ。あれちゃったっけ、海じゃない、あれ違う子だっけ、それ誰の話よ一番最初はあそこね、原宿の、はい、なんかあるクラブイベントで、クラブイベントしたね、あれで、私がね、その地元の友達、はい、が共通の友達がいてるよね。そうですね。で、ともやくんと共通の友達がいてて、その友達から誘われて、私がそのクラブイベントでゲストで歌わせてもらった時に、はい、歌い終わってさ、私が楽屋でいてたそしたらともやくんがさ、なんか急にこう話しかけてきてさいやもうね、歌声がやばすぎて、マジでこの人すごいなと思って、やだ、それでちょっと声かけちゃったんですよ最初さ、なんかめっちゃチャラいやん、パッと見た目、見た目、見た目超チャラい、見た目ね。だからなんか俺こういう活動してるんですけどみたいな、だけどなんかすごいやってることめちゃくちゃ真面目な感じなのに、うん、なんか見た目超チャラいからどういうことみたいな意外みたいな感じだったけど、いやいやいや、 ありがとうございます。いやでもあの時にね声かけてもらったのがきっかけで、はい、そのさっきもまあ紹介したけど、まあ、ダンスパーティーちょいワルナイトですよね。ちょいワルナイトでなんかね歌わせてもらうことになったの。そうですよね、確かその、うん、あっで、その年でしたよね。その年の2月とかでしたよね。ビビってきたんだよね。もうね、ビビってきましたね。いやなんかもう嬉しかった、すごい、そういうのにこう、もうともやだってすごい、そのともかちゃんの曲聴いた後に、うん、俺んとこ来て、うん、あの子に声かけたいんだけどいいかなってえ、あそこ一郎くんいてたえ、いたそう、その場にいた、俺も聴いてた。あ、そうなの。その場にいました。で、俺もちょい悪ナイトに誘いたいんだけどって、出てほしいんだけどどうかなって。へえ、マジで。そうですそうですそうです。あ、そうだったんだ。そうですそうです。びっくり、嬉しい。いや、ありがとうね。ええ。まあそのまあちょい悪ナイトっていうのが何かわからない人たちのために、まあちょっと簡単にこう説明というか、なんか本当とダンスと福祉をつなぐっていう意味で、その障害者と健常者のその壁をなくすっていうか。はい。っていう、なんかそういう関わりっていうか、イベント自体がなんかそういう風になってるやん、はい、うんうん、で、なんか私もあんまりその障害を持ってる人たちとこう関わることってなかなかなくて、はいはいはい、で、まあ実際そういうきっかけをなんかいただいたっていう感じではあるんだけど、いや嬉しいですね。で、実際さ、なんかどういう風にこう盛り上げたらいいんだろうとか、どういう風に関わったらいいんだろうって、すっごく最初はね、イベントの前とかすごいこうなんか迷ってたっていうか、はいはいはい、緊張してたんだけど、まあ、でも実際ねやると吹き飛ぶよね、びっくり、うん、なんかもうめちゃくちゃ自由に表現するやん、うん、踊り出したりとか一緒に歌ってくれたりとか、だからなんかもう全然その不安に思ってたことがなんか全くこう本当に吹っ飛ぶっていう感じ、うん、むしろかきたてられるよ逆になんかめっちゃ元気もらったエネルギーもらっちゃったみたいな。いや、ともやくんっていうか、まあ、ソーシャルワーカーズと出会ってなかったら絶対経験してない、できないことやなっていうのはすごいこう思ったかなっていう。でもさ、なんか どうしてさ、そのこういう活動をこう始めようと思ったわけ？はい、まあ、今なんかともかさんが言ったように、うん、俺たちも同じような感覚があって、うん、この活動を続けてるんですけれども、うんうんうん、高校3年生の時に僕、うん、高校3年生の時、うん、18歳、うん、ピチピチの18歳の時に、え、今いくつ？今28です。10年前、そう、10年前に障害のある
子と一緒に過ごす体験合宿みたいなのがあったんですよ。学校で？学校じゃなくって、うん、そういうなんか NPO 団体で障害のある人たちとボランティアが一緒に過ごす体験っていうのがあったんですよ。あ、それにこう参加したってこと？参加したんですよ。へえ、すごい。で、僕その時14歳の時からダンスやったから。あー、そうなんだ。14歳から。そうです、そうです、そうです。その時は特技としてこう持ってたみたいなっていうのがあったんですけど、あの実際その福祉職っていうそういう仕事に就きたいなって思いながら、うん、そのボランティアに参加してみて、うんうん、で僕も全然コミュニケーション取れなくって、おいやもう本当にこう話しかけられなくって、うん、他のなんかこう なんかこう関係の深い職員さんとその障害のある人たちがこうコミュニケーション取ってるんだけど、もう全然こうなんかこう表情が違うというか、僕が入れない感じっていうか、なんか今からは想像できないね今のそのね感じを知ってるからさ。でそれでそのまあ2泊目の夜にあの太鼓の団体が来てて、ミュージシャンの、うん、ミュージシャンの団体が来てて、でなんか余暇活動みたいな感じ、うん、みんなで一緒に楽しむみたいな会があって、うんうん、でその時に職員さんが僕のことダンサーだって知ってて、うん、で君も踊っちゃいなよってこう言われて、ユウ踊っちゃいなよ的な、ユウ踊っちゃいなよ、そうですね、そんなジャニーさんと知り合いが入って、うん、でそれで太鼓の音が鳴っちゃったからバッてもう引き返すことができなくて、俺もバッてこうやって踊りに行った時の反応がかなりヤバくて、うん、知的障害のある人がステージの方に向かってピョンピョン飛び跳ねて、うん、喜んでこう手叩いてくれて踊ってくれたりとか、車椅子に乗ってる子がこう車椅子から落ちそうなぐらいこう体揺らして踊ってくれたりとかっていう光景があって、これはすごいなと思って、ダンスの力ってすごいと思ってこう活動を始めたんで。あ、そうなんや。はい、長くなっちゃいましたけど。いやいや全然全然え、でもさ、なんかその最初立ち上げ、そのソーシャルワーカーズっていうそのグループっていうか団体を立ち上げたのは、はい、2人で立ち上げたっけ。一郎くんが、うん、代表は智也くんでしょ。はい、で、なんか副理事みたいな、副理事副理事副代表ね、うん、副代表。いや、智也はもともと一人でやってた、ずっと。あ、そうなの。そうです、そうです。一人で。はい、そうっていうのは、その僕、その全国的にこう一応全国的に福祉施設を訪問していて、一人でパフォーマンスをやり、それどのぐらいやってたん。それ5年ぐらい。あ、そう。だからね、5年だけど5年じゃないんだよ、活動は。すごいね。まあでも、まあそうですねすごくはないんですけど全然、いや、まあつながりで、うん、あのこういろんなところに出させてもらって、うん、で、これ多分一人でやってたら意味ないなって思ったんですよ。っていうのは、その僕よりも面白い人たちがいるし、友達にすごく恵まれてて、うん、俺の友達すごい面白い人多いんで、まともかさんもしっかり、一郎くんもしっかりですけどね。いやいやいや、そんな面白いね。で、そうやって僕の友達たちも連れてって一緒にダンスやったら面白いなって思って、うん、そのチームを作ろうと思った。それが5年前っていうか、その2011年の立ち上げた時ってこと？うん、そうです、そうです。え、じゃあ一郎くんが入ったのはいつ？僕はですね、ちょっとそっから、ちょっと間があって、入ったのは2011年の、うん、チョイバルナイトか、後で。チョイバルナイトの、そこら辺がちょっとこう、きっかけは？きっかけは、ともやから連絡をもらったんですよ。はっきり、うん、はっきりしてるんだよね。もともとともやくんとのつながりはあった。そうそう、ここはもともと昔、そう、僕大学時代のダンスの先輩なんですよ。あ、サークルの。そう、昔ダンス一緒に踊ったチームメイトだった。あ、そういうことか。そうなんです。で、僕はダンス仲間、ね、そう、ダンス仲間だけど、おのおの別々のチームになっちゃって、うん、そっからあんまり連絡取ってなかったんですよ、うん、で、ともやが福祉の活動してるってことも僕はあんま知らなくって、うん、で、トムヤが電話かかってきて、ある日突然、うん、で、エチロ君どうしようって言って、何をどうしよう、珍事件があった、珍事件言ってるって言われて、うん、はい、会社、大きい会社ね、商社ね、商社ねって言ったさ、理事って
えらい？なんだろその質問で、しかもなんで一条くんにまた多分僕がサラリーマンだから、あ、そういうこと、あまりあんまサラリーマンおらんかったあんまりなかったんですよ。えらいね、それ結構かなりえらいね、その人かなりえらいね。で、理事からさ連絡来たんだけどで、それ俺さ、嘘でしょって言ったんだよなんで理事から連絡来るのみたいな、で、あ、そう、その前に友也がその一人で活動していくのが、うん、テレビで取り上げられたの。あ、そうなんだ。そうです、花丸マーケットで、うん、そう、取り上げられたんですよ。それも彼一人が本当に、あの、施設訪問してる。あ、そう、なんとかなんとかそれを見たのその役員の方が、うん、この子はやばいと。で、その人は、自分で、会社に勤めながらも、うん、社団法人を通じて、うん、こう社会貢献みたいなことをやって、社会貢献の団体で自分でやってたんですよ。で、ぜひそこで彼をピックアップしたいと、あ、そういう連絡が来たんですよ、うん、突然、うん、で、それでどうしようってなんかテンパっちゃって、ね、自分でなんかそんな玉じゃないんだけどみたいな、決めれないし、なんかどうしたらいいのみたいな、で、僕は最初それ聞いてなんかわかんないけど絶対嘘だと思ったんで作り話だと、作り話っていうか、作り話っていうか、トモヤが嘘をついてるってことはないけど、その相手の人がなんかそのトモヤ、要はその若くてさ、若くてダンスやっててこの身なりで福祉施設訪問してるってなったらすごい絶対注目されるじゃないですか。あ、話題になるから、話題作りになんか寄ってきてる人なんじゃないかなと思って、そういう人が寄ってきてんじゃねえかなと思って、で、なんか騙されそうだなと思って悪い大人にこう騙されるんじゃないか、そうそう、だから僕最初思ったのは悪い大人に騙されないために入ったみたいな。マジで、本当そうです、本当そう、守るためになんか本当にそうです、本当にそうです、変わったきっかけはそう、あ、まあきっかけはそうなんですけど、それで実際にトモヤのイベントを見に行ったりお手伝いさせてもらった時に、まあみんなと同じ感情、そのやっぱ、うわ、なんだこれって、今こう全員が13人全員がさ社会人やん、はい、こう社会人をしながらこのイベント、このイベントがこのソーシャルワーカーズっていう活動をやってるわけでしょ、うん、はい、そうです。どうやってやってるの実際で、こうミーティングあったりとかするの？月1回ミーティングやります。あ、そうなんだ。もう全員で3、4時間ぐらいにがっつり、がっつり、でスケジュール13人も行ってたらさ合わないこととかないの？あります、あります。もう気合です、気合。いや、気合じゃん気合じゃスケジュール決めれんしょいや、もう本当にこう一人ずつこうやってあの日程こうやってピックアップして、ピックアップして、うん、で、それであの会ったところをこう探してみたいな、うん、あ、本当にそうやってやってるの？結構地道に、だって地道に、うん、あー、もうじゃあ早めにこう日程押さえて、もうみんなその日は全員来れるように、月1回にミーティングと、あとは僕らがダンスワークショップを月1回必ずやってるんで、うん、それはその誰でも参加、おじいちゃんでもおばあちゃんでも車椅子の子でも誰でも参加できる、ダンス初心者でも参加できるダンスワークショップっていうのも、あ、そうなの？やってるんですよ、月。すごいね。いや、なんかさ、これね、こうラジオ聞いてくれてる人がね、まあ、ソーシャルワーカーズにすごい興味を持ってくれて、自分も例えばダンサーでとか、なんか自分もそのメンバーにちょっと入りたいとかって思ってる人がいてるかもしれんや。で、そういう人のためにさ、なんかソーシャルワーカーズに入るためにはさ、どういう条件っていうかあるの？まずあれだよね、やっぱり腹筋だよね。いやー、それは言わず、セックスバックとかじゃないとダメ、割れてないとダメ、言わずもがな、そう、言わずもが俺今腹筋しちゃったよ腹筋ね、腹筋が割れてるってこと？そうだからなんで、そうなの、あれ、どうやってチェックすんの？いや、上裸の写真送ってもらってる真面目に話してた、真面目に。いや、まあでも、気になってくださった方がいらしたら、うん、ぜひぜひやっぱソーシャルワーカーズって、うん、じゃあダンサーだけでは、あ、ダンスができないからって諦める必要はないってことだよね。あ、そうそう、実際さ、メンバーにこうなりたい人がどこに問い合わせたらいいの？ソーシャルワーカーズで調べて、Facebook もやってるし、うんうん、これね、だからソーシャルワーカーズちょいワルナイトでカタカナで検索すれば絶対引っかかる。あ、そうなんだ。ちょいワルナイトで検索すれば絶対引っかかる。あ、ちょいワルナイトでね、 OK、うん、じゃあそれで、ぜひ
ね、視聴者の皆さんで興味がある方はぜひ。パフォーマンスの人も募集してるんですけど、うん、その裏方の人、その今僕らってパフォーマンスやってる人全員でイベントやってるんですよ、うん、だから事務作業も全部やって、うん、じゃあそれから練習してみたいな、全部やってるんですよ自分たちで。そうそうそう、裏方をやってくれる、そのダンス踊れなくても裏方で関わりたいっていう人いたら、うん、それはすごい、それ必要やね、うん、それは別にダンサーじゃなくて、ぜひあの Facebook とか調べれば、 Google とかで検索したら、はい、検索したら、はい、出ます。ぜひググって、はい、ブログ問い合わせて、はい、ブログもやってますし、はい、じゃあ問い合わせてください。はい、はい、まあね、本当なんかいろんななんか貴重なお話を聞かせてもらったんですけど、まあ、そろそろこうゲストコーナーもちょっと終盤になってきたんですけれど、まあ、ソーシャルワーカーズのね、はい、今後の展開とか、まあ、夢というか目標というか、そういうのをちょっとぜひ聞かせてもらいたいなと思うんですけど、代表。はい、あれですね、国境をまたぎたいですね。国境をまたぎたい、国境をまたぎたい、うん、おー、はい、そのダンス、うん、ダンスっていうコミュニケーションが、はいはい、まあ、障害のある人たちとのコミュニケーションもつなぐから、うん、もっとその違った国の障害のある人たちとコミュニケーションを取ったりとかして、うん、それ面白いね。はい、でそれでなんかこう言葉が通じなくても、もともと言葉が通じなくて、でそれでもで障害があっても、うん、それが一緒に入れたりとかすれば、なんかこのダンスっていう、ダンスで音楽でっていうことで一緒にいられる人たちがもっと増えていくようなふうに思って、これはちょっと国境また、いや、ぜひやって、やりたい、その時私歌いに行くから行きましょう歌いに行くからぜひぜひ、どこでも海外飛んでいくわ、行きましょう、ついていくわ、マジっすか、ついていく、ついていく。いや、なんか、まあ、実際さ、あのソーシャルワーカーズのことをこうやっぱ知ってもらうためにっていう、あのもちろんね Facebook とかホームページとか、はい、いろいろサイト見てもらうもあれなんだけど、ちょうどね、あれよね、 NHK でドキュメンタリーが、はい、そうなんです、放送されるっていうことなんで、うん、ちょっとぜひこれ皆さんに見ていただきたいなと、私も見たいんで、見るんで、はい、まあ、ありがとうございます。ちょっとこれ NHK の E テレ、はい、NHK 教育テレビの新番組ですね。あ、オンマイウェイっていう 新番組なんだね。はい、これドキュメンタリー、はい、ドキュメンタリー番組で、ああ小学生と中学生が対象の道徳の番組なんです、うんうん、これはまたそうなんだ道徳の番組なんだダンサーが出る、マジで、そう、もう僕が仕事してるところから、うん、もうメンバーがあのミーティングしてるところとか練習してるところとかで、今年出てもらった、あの、トモカさんにも出てもらったチョイワルナイトも、チョイワルナイト、はい、私が司会した、司会した、司会した、ありがとうございます、歌を歌わず司会をした、いやいや、言わんといてよ、もうあの番組も、ちょっと、もしかしたら私ちらっと映るかもしれんってこと、あ、そう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 、そういうことですね、わーお、いや、ちょっとそれでぜひね、あの、見てもらいたいね、はい、うん、放送日、放送日、はい、いつですか、放送日は、10月の23日 と、30日の、30日は再放送、ね、再放送です。時間が、時間が9時50分から10時、 OK、 朝ね、朝ね、朝です、午前中ね、じゃあぜひ NHK オンマイウェイ、オンマイウェイ、10月23日ぜひね、チェックしてもらえたらなと思います。はい、ぜひ、はい、お願いします。本当に、まあ、ちょっと早いものでお別れの時間がちょっと来ちゃいましたけども、はい、うん、まあ、でもぜひね、また遊びに来てください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。本日のゲストは、ソーシャルワーカーズの智也さんと一郎さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。次のコーナーは、前回の放送で Dreamer Step 4のライブで初めて弾き語りを披露しましたとお話ししたんですけど、ラジオを聞いてくださったある方からね、あの流れで弾き語りせんのかいってこう突っ込まれたんですよ。なので、まあここで私が弾き語りをしてもいいんですけれど、あのライブの本当の緊張感をね、こう味わってもらうために、あえてあのライブ音源をね、ここで披露しようかなと。もうほんまめちゃくちゃ下手くそなんですよ。
もうほんま間違いまくってるし、緊張して声わずってるし、もうほんまお聞かせできるような、問題はないんですけれども、あえてね、こう、記念すべき藤岡友香弾き語り第1回を皆さんにもこう、聞いていただこうと思いまして、もう勇気を出して、もう笑わんといてよ、ほんま。なので、もうちょっと、あんまり、あれですけども、聞いてもらえたらと思います。それでは、どうぞ。ありがとうございました。もうね、ちょっとね、もうほんとめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、もうどうでした？緊張感伝わりました。もう次回はね、もっとこう上達した、こう弾き語りがお聞かせできるようにね、ちょっと頑張って練習すんで、皆さんちょっと楽しみにしといてください。藤岡友香の弾き語り、ちょっと生で聞いてみたいなって思った人、藤岡友香ドリーマーステップ5、12月16日水曜日、ライブありますので、もう皆さん本当に、もうぜひぜひ、ぜひぜひお友達誘って、もう、お越しいただけたらと思います。で、今回ね、初めてプレイガイドでチケットが購入できるようになったんですよ。もうなんで、もう皆さん、もうチケットぜひ、肯定！もう肯定！もう何回も言うで、肯定！もうすごいな。ほんま。チケットピア、ローソンチケット、E プラスにて、もうお買い求めいただけますので、ぜひ、皆さん。もう本当はね、今回のライブはね、もうメンバーもやばいんですけど、もうちょっと、もう前回より全然パワーアップした、もう本当面白い、楽しいライブになりますので、もう泣いて笑ってみたいな、皆さん必ず楽しんでいただけるライブになりますので、お越しいただけたらと思います。詳細についてはね、藤岡友香のオフィシャルウェブサイトをご覧いただけたらと思います。あと、今週実は久々に地元香川で歌ってきます。しかもすごいメンバーなんですよ、これが。今回はオリジナルは一切歌わず、60年代、70年代の R&B、ソウルミュージックなんかをメインに歌わせてもらうんですけど、なかなかね、このメンバーでライブをすることはこれからもないんじゃないかなと思う感じなんですよ。なので、ぜひ、もう、香川の方はお越しいただけたらと思います。今週末です。詳細なんですが、サンポートオータムジャム、10月24日、土曜日、で会場がサンポート高松大型テント広場、でイベント自体の時間は、お昼12時から18時なんですけれど、私たちが出演するのはだいたい17時から18時半頃の予定になってます。なので、でミュージシャンもね、全員香川出身っていう、香川出身、四国出身の素晴らしいミュージシャンたちなので、詳細はぜひ私のオフィシャルウェブサイト、チェックしてもらえたらと思います。皆さんお待ちしております。今回のともかの元気は木から4回目でしたが、いかがでしたでしょうか。次回は11月17日第3火曜日の放送になります。番組に関する質問、お問い合わせなどはメールで受け付けております。宛先はともかアンダーバー
radio928@yahoo.co.jp ともか _radio928@yahoo.co.jp。 それではこの辺でお別れしたいと思います。次回また11月17日にお会いしましょう。ありがとうございました。藤岡ともかでした。